鳥山石縁、今尺がと俗百鬼より、信妻、竜翼都市人、正澄が、京化百物語より、飛倉、歌川国吉、美香本武蔵丹波の国の山中にて年降る信妻を、残図信妻、または、飛倉は、江戸に伝わる妖怪の一種。武蔵のような姿をしていると言われ、実在の武蔵や桃花の衣装として、信妻の名が用いられることもある。 好みを食べるほか、火を食べる人や動物の生き地を吸うとも言う。江戸時代の鬼団集、梅置きな随筆には、江戸で猫を襲ったり血を吸ったりする獣がおり、その獣を殺したところ、いたちのような姿で左右に、羽のようで羽でないものを備えており、ある人が、宮間に住むのブスマとはこれだと教えたとある。空を飛んできて、人の目や口を覆うともいい、江戸時代の古書、 強化百物語には、飛び倉の名で、人の顔を覆う姿が描かれている。教宝時代の随筆、本朝政治団記には、信妻が夜に、人の持つ松明をせんって消し、その火を吹くので、妖怪として恐れられたとの記述がある。江戸時代の記談集、絵本百物語によれば、長い年月を経たコウモリが妖怪化したものとされ、前日の強化百物語の飛び倉は、 コウモリのような姿で描かれている。歌川国吉による浮世絵でも、美化本武蔵丹波の国の山中にて年降る信舟を残図として、剣豪宮本武蔵がコウモリ状の信舟を山中で退治する姿が描かれているが、史実ではなく、武蔵の諸国武者修行の話を客色したものとされる。武蔵は、日中は、 木の洞などに籠もり、夜に空中を滑空するという生態が怪しまれたことから、実在のムササビそのものが、ノブスマとして妖怪視されていたという説もある。また、ムササビやモモンガは、暗視能力に長けるため、夜間での滑空中に、松明や、超鎮の火に目がくらんで着地を誤り、その際に、人間の頭にへばりつく様子を、人間側が、妖怪に襲われたと誤認し、 会員の事例として語ったとも言う。鳥山石煙の妖怪画集、今弱が土属百鬼のノブスマの解説文にも、ノブスマはムササビのことなりと記述がある。和漢三歳図ズへのネズミ類の巻にムササビという項目がありと読み仮名が振られている。ムササビは、毛色と形はほぼネズミに似て、肉の翼あり、現金類の副翼に詳しいと記されている。 現金類の巻には、ネズミという項目がありと読み仮名が振られている。記されている生態は字が中祖間10のムササビと同じ。呼び名については、俗にノブスマという。関東では、モウモウカという。西の国にては、イタオシキというと記されている。現金類の巻の名称に関しては、和名類受賞の部分的引用が見られる。 石炎の根弱がと蔵百鬼にある妖怪、トドジーは、このノブスマが置いたものだという説もある。また、絵本百物語では、ノブスマがさらに年を経ると、サンチニ地入という妖怪になるとされる。絵本百物語には、ノブスマは同書に登場する妖怪、ノデッポウと同一のもので、マミという獣が置いて妖怪化したものともされている。妖怪研究家、田中巳によれば、 マミとは本来は、タヌキの衣装だが、当時は和漢三彩図絵などにおいて、タヌキとマミが別々の獣と扱われており、ムササビもまたマミと呼ばれたことがあることから、これらが混同された結果として生まれた伝承とされる。高知県旗郡にも、発音は同じだが、漢字表記の異なる、ノブスマという妖怪の伝承があるが、これは、福岡県の妖怪として知られる塗り壁のように、 路上に現れて通行人の行く手を阻むものであり、文献によっては、信妻と、信妻が混同されている事例も見られる。ありがとうございます。